to my body, welcome to my body. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. Welcome to my body, welcome to my body. Whoa, oh, oh. 今夜も始まりましたマリンカフェ。本日のゲストは重永斗也くんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。重永斗也くん今19歳ってことで、はい、多分最初に会った時は2年前。そうですね、まあ高校2年とかの時だったと思います、うん、はい、なんか制服で歌ってるイメージが私は。あ、そうですね、そんな時期もありましたね。あの、更新曲、なんだっけ、あ、下心下心更新曲、下心更新曲の曲、はい、ちゃんとやってたのが、もう、はい、あれから早2年。もう2年経ちましたね、高校も卒業しましたね、うん、名前を改名したと思うんですけど、はい、なんかそれきっかけみたいなのが。そうですね、純白パプリカっていう名前のインパクトがやっぱすごかったんです。すごいすごい。そのインパクトにまだ自分の楽曲が追いつけてないなと思って、だから名前負けしちゃうなと思って、ちょうど企画をやるタイミングで、はい、じゃあ名前を、まあ、ありのままの名前に戻そうと思った本名に変えました。あ、そうなんですね、はい、でもありのままでっていうのはすごい。なんか私はあマリンってやってるんですけど、マリンって検索しても出てこない。あ、そうネックなのよ。純白パプリカって出てきそうですね。絶対絶対被らないし、絶対パンチ力ある。一回聞いたらもう、私も今普段パプちゃんって呼んでるんですけど。そうですね、普段からパプちゃんパプちゃんって呼んでるんですけど、はい、もうなんかね、あの親しみやすいキャラクターで、なんかそのでも重永斗也くんになってから久しぶりにその歌を今回合わせるってなって聞いて、なんか色っぽくなったなって。あらありがとうございます。なんか歌い方もすごい、私曲も楽曲もすごい大人っぽくなったなって。そうですね、基本的に曲の中身はあまり変わってないと思うんですけど、今も昔の時の曲はい、全然歌えます、全然歌えます。下心欲しいってことも全然全然やりますよ、はい、うん、そうですね、基本的になんか曲の作り方とかもちょっとおしゃれにしたいなと思ったりとか、うん、こうしたら聞こえ方がいいのかなとかちょっと考えるようにはなりました、うん、はい、これからこんなライブに挑戦してみたいなとか。そうですね、バンドをやっぱり下げてちょっとライブやってみたいなっていうのはある。普段ソロばっかりですか？もう基本ソロなんですけど、うん、やっぱりなんか後ろにバックバンドがいて、うん、ですので自分の曲が成長していくというか、うん、よりなんか大きくなって人に届けられるっていいなってすごい憧れるんで、重圧感もあるし、テンポも、ね、そうですね、出たり、やっぱり弾き語りって一人でテンポ出したりするのやっぱり難しいし大変なんですよ、ね、はい、だけど普段ギター弾いてることそれこそキーボードが弾いてくれたりしたら、なんかその分自分も違うことして、ね、そうですね、パフォーマンスを盛り上げられたりもできるし、はい、すごいいいと思う。バレるんですよ、いつかそういうのやってみたいなっていう夢もありますし、まあ、いつかワンマンライブとかもやってみたいです、うんうん、今までワンマンは？わ、まだ一回もないですね。そうなんだ、はい、じゃあいつかできると。いつかやりたいです。私もなんか勝手にやっていうのかなってイメージついちゃって、まだ一回も主催は？主催はそうですね、主催はちょくちょくやらせていただいて、まだワンマンは一回もないので、21までやりたいですねで、ぜひ、はい、あの今日マリンカフェ見てる方はぜひ、見ていただきたいので、これからチェックしていただきたいなと思います。お願いします。これから早くの、あのライブをチェックしたいなと思ったらどうやって検索するか。そうですね、ツイッターが一番わかりやすいですかね。ツイッターでライブ情報は更新しているので、そちらを見ていただけたら早いかなと思います。あと、はい、公式ホームページもありますので、そちらでもチェックできますので、はい、よろしかったらよろしくお願いいたします。はい、はい、ぜひ、すごいいい子なんでチェックしてあげてチェックしてあげてくださいということで、本日のゲストは、重永斗也くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。
希望が誰かに泣かされたのかい、あれぼったい目がそう言ってるよ、話してごらんよ、話してごらんよ、溢れる想いをゆっくりでいいよ、本当の自分を隠してたのかい、強がりたくなるのもわかるよ、辛かったろうに、辛かったろうに、せめて今日だけはゆっくり休めよ、光が差し込むまで。せめて今日だけ